こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。日本は島国、多くの海域に囲まれた国となる。日本を防衛するために近年、いろいろな最新鋭装備品が整ってきた。だが、まだ十分とはいかないのが現実。この間引き渡された最新鋭潜水艦でも同じだが、陸海空自衛隊でも。もっと防衛力を高めたいところだ。海底だけでなく海上でも、最新鋭の装備品が整いつつある。護衛艦いずも、など F-35 ブストベル戦闘機に、注目が集まる。2020年は、出雲、改修の年となり、同時に空母へと変化する。ちなみに F-35B 戦闘機は常時艦載ではない。輸送艦との連携で、米国の強襲揚陸艦並みの装備品となる。離島奪還作戦など、スムーズに行える状況になりつつある。尖閣問題や竹島問題など、北方領土と日本には難題が山積する。海上自衛隊が参考にしているのが、米国の強襲揚陸艦だ。では、その強襲揚陸艦を紹介していこう。2020年3月、アメリカ級強襲揚陸艦の2番艦であるトリポリが、アメリカ海軍への引き渡しを終え、今後運用テストを経て、正式な実戦配備を迎える予定であるとの、報道がなされた。この強襲揚陸艦、トリポリは1番艦であるアメリカと共に、上陸用舟艇であるホバークラフト型の L 脚を収容する機能を省いた。艦艇であり、艦載機による揚陸機能に特化している。しかし、アメリカ海兵隊は、やはり L 脚の運用を希望したため、3番艦、ブーゲンビルからの復活が決定。前級ワスプ級から見ると、1隻減の2隻の L 脚を収納するようになる予定だ。こうした上陸用舟艇の運用を行う、ウェルドック機能の復活が行われる。一方で、アメリカ海軍の戦略、戦術には、これら強襲揚陸艦の位置づけについて、新たな概念が提唱され始めており、ライトニングキャリア構想と呼ばれている。このライトニングキャリア構想とは、アメリカ海軍が保有する強襲揚陸艦への航空機戦力を強化して、現在の中心戦力として運用する大型の原子力空母打撃群の機能を、補完させようとする試みだと言えるだろう。これに伴い、トリポリを含む強襲揚陸艦は、1ユニット6機である艦載機の F-35B ライトニング2戦闘機を、2ユニット12機に増加させ、いわゆる軽空母としての任務にも対応可能な艦艇としようとしている。さらに、上面の飛行甲板上への係留を加味すれば、F-35B ライトニング2戦闘機を12機以上に艦載することも、物理的には可能であり、そうした意味においては、最大20機程度まで艦載機を、増加させることも予想される。前述のように、もともと、トリポリには、
L 客の収容を行うウェルドックが設けられていなかったこともあり、そのスペースを航空機搭載に充てられることから、ライトニングキャリア構想には適した仕様と言えた。しかしこれも結果論であり、海兵隊が L 客の運用を復活させた相反する現状を見るに、アメリカ軍全体としてもどのような方向性で戦力を組み立てていくのかが迷走しているようにも感じられる。例えばこれは水上戦闘艦でも見られる傾向であるが、ステルス性能を極限まで高め、近未来的な外観で知られるズムウォルト級が、あまりの高額な調達価格によって、わずか3隻で建造中止となったことは、よく知られたことだろう。さらに、中国海軍が巡洋艦並みの排水量であり、アメリカ海軍のタイコンデロガ級をしのぐ055型駆逐艦を開発するに至り、こうした艦艇への対抗措置として、既存のイージス駆逐艦をベースした新型艦の建造が囁かれるなど、後手の印象が強い。さて、強襲揚陸艦であるが、先に述べたようにアメリカ級のアメリカとトリポリの2隻は F-35B ライトニング2の機体数自体も以後の同級艦や前級のワスプ級より多く搭載可能だが、その航空機燃料の貯蔵量にも大差がある。具体的にはアメリカとトリポリの2隻はこれが5,345,000リッター分であり、ワスプ級やブーゲンビルでは2,214,400リッター分となっており、その差はおよそ 2.4 倍にも相当するものだ。 F-35B ライトニング2戦闘機1機には約6,000リッターの航空燃料が1回あたり必要となるため、使用条件などで燃料消費に差は生じるとはいえ、この差は12機のユニットであれば実に44回分に相当する補給回数の差となって現れる。もちろん補給艦などによる燃料追加も可能だとは考えられるため、あくまで単純計算の出の数値とはなるが、この差が持つアドバンテージは作戦遂行上での選択肢の数に直結するとも言えるだろう。そもそもアメリカ海軍は大型の原子力空母打撃群の投入までは必要としない。どちらかといえば低度な脅威に対抗する航空戦力の強化策の一つとして、ライトニングキャリア構想を進めてきた経緯がある。この考え方に基づき、ロシアや中国などの他の軍事大国に向けて、原子力空母打撃群を運用することとし、他を強襲揚陸艦のライトニングキャリア構想で対応するというハイ&ローの運用思想を実現させる狙いがあった。しかし、近年のロシアや中国の長射程の対艦ミサイルの配備により、一つの空母打撃群に3隻のイージス艦を随行させる現行の防空能力も無効化される恐れが生じ、これまでのような圧倒的な優位性を失いつつある状況だ。
この状況を覆すためには、さらに航空母艦の防空能力を高めるため、艦対空ミサイルの数と迎撃性能を向上させるか、艦載機の航続距離やそれらに実装する兵装の射程を飛躍的に延伸するしか方法がないようにも感じられる。しかし、後者の艦載機の航続距離の延伸については、現状の機体のステルス性能の維持との両立はかなり難しいのではないかと想像され、速やかな対応に移すことには問題が大きすぎるようだ。もともと航空母艦自体が強力な攻撃力を持つということは、多数の艦載機とその兵装を搭載するということであり、それらの収容には当然のことながら、収容量を増加させるには比例して船体が大型化する必然性を伴う。単艦としては防御力の低い航空母艦が大型であることは、高性能な対艦ミサイルからしてみれば的がそれだけ大きいことを意味し、アメリカ海軍が恐れる飽和攻撃を加えやすいという事態に直面していると言えるだろう。